はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回は私が買ったトヨタ新型ラブ4の1年レポート、そしてドライブインプレッションをお届けしていこうと思います。去年の6月に納車されて気づくと早くも1年が経っていたわけですが、この新型ラブ4は普段の買い物から仕事の移動手段まで本当にマルチに使ってきました。その大半をオンロードシーンで乗ってきたということで、街中で1年乗ったリアルな感想や新型ラブ4の走りの面を改めてチェックしていきます。意外と気になる点ややっぱりいいなと再確認するポイントもありましたので、そこも見てもらえればなと思います。ということで早速ですが見ていきましょう。はい、ということで今回はトヨタ新型ラブ4に乗ってます。試乗ではないです。実際に私が購入した車のドライブインプレッション、これをね改めてやっていこうと思います。で、走行距離でいうと1万1000キロちょっと走ってますので、まあ本当にコンスタントに月1000キロ走ってきたかなっていうところですよね。で、こう考えてみるといろいろねラブ4の動画って出してきたんですよ。まあ内外装をね納車されてすぐに紹介したり、あとは3ヶ月乗ってみてのいいところとか悪いところもご紹介しました。ですがなぜかドライブインプレッションだけしてなかったんですよね。実際に1年乗ってみての感想っていうのもお伝えしつつお届けしていこうかなと思います。まあヤリスの時もそうでしたけども、この新型ラブ4に関しても TNGA で開発された1台になります。なのでプラットフォーム、エンジン、まあもろもろね全て刷新されてるっていうものになるんですが、今回私が乗ってるのはガソリンモデルの G グレードになります。で、搭載されているパワートレインは2リッターの直列4気筒でダイナミックフォースエンジンと呼ばれる、いわゆる新開発のエンジンになります。で、最高出力が171馬力、最大トルク207ニュートンとなってますので、まあ一般的な2リッターエンジンとしてはちょっとだけこのエンジンっていうのはパワー出てるかなっていうところではありますよね。で、動力性能のフィーリングとしては十分ガソリンモデルで気持ちよく加速していきます。なんら不満ないですし、2リッターの NA エンジン、自然吸気モデルにしてはすごい力があるので加速力としては十分です。ただ今みたいな発進加速ですよね、車重がねどうしても1610キロと、まあミドルサイズ SUV なのでそこそこのね重たさがあるので、どうしても発進時のもたつき感っていうのはあります。じゃあ実際1年乗ってみてそれがずっと気になるかって言われれば全くそんなことはなくて、正直もう乗り慣れてくると発進時の加速なんて自分のアクセル操作次第なので今の段階ではほとんど気になりません。あとはレスポンスもねこれすごくいいんですよ。踏み込んだ時のレスポンスが良くて、それがね気持ちいいなと思う点ではありますね。0-100 キロ加速8秒台なので車重1610キロの車としては、まあ、十分すぎる加速力あるかなと思います。エンジンノイズは結構大きめですよね。このダイナミックフォースエンジン全てに共通して言えることなんですが、回すとね結構騒がしい音します。で、ダッシュパネルの板厚アップとかで遮音は効いてるんですけども、それを通り越して室内にガンガンエンジン音入ってきます。もうエンジンのボリューム自体がすごい大きいので、まあねとにかく踏み込むと迫力感のある音がしますね。で、平均燃費に関してはメーター読みだと 13.2 キロとなっているわけですが、1年間乗ってみてのトータルでの実燃費どれくらいかなと思って給油量とか走行距離から計算してみたんですが 12.1 キロでした。で、 WLTC モードのこのガソリンモデル G グレードだと 15.8 なので、まあ若干そこには及ばないんですが、ほとんど街中で使ってますし、それを考えるとまあ十分満足できる数字が出たのかなと思います。で、この前乗った CRV もね平均燃費で11キロ弱だったので、まあまあおそらくこれくらいが平均的なものになってくるんでしょうね。 CVT についても実は新しいものが搭載されていて、
ダイレクトシフト CVT と呼ばれるものがこのガソリン車2リッターモデルには搭載されています。で、これのポイントとしてはまず一つ、発進用のギアがついてるってことですね。通常の CVT の組み合わせに一足発進用のギアがついたことで、いわゆる出足の感じのダイレクト感っていうのをすごく表現してくれているトランスミッションになります。あとは変速比の幅をワイド化してるんですけども、これも一足のギアがあることによって CVT のプーリー自体を小型軽量化して、で伝達効率も上がったというものになっています。で、このダイレクトシフト CVT のいいなと思うポイントは、変速のね、このシフトチェンジした時のレスポンスがものすごく早いんですよ。で、疑似変速で10速の味付けになっているんですが、まあ、こういう感じで操作してからすぐにシフトダウン、シフトアップしてくれるので、本当にね、ワインディングとか走ってても気持ちいいなと思うポイントですよね。ただそこを気持ちよくさらにしてくれるのがパドルシフトがね、あればさらに良かったかなと、やっぱりこう1年乗ってみてもそこは思いますよね。せっかくこのエンジンもね、気持ちいい回り方をしますし、 CVT に関しても全然ラバーバンドフィールとかもなくてダイレクト感のあるものになってるので、そう考えるとパドルシフトは欲しいところですよね。ちょっとここだけが物足りないというか残念なポイントだなと改めて考えても思います。あと CVT 周りで一つ気になることとしては、今こうやって60キロくらいで走っているときは何ら問題ないんですが、例えば発進した直後にちょっと力強くアクセルを踏み込んだとします。そうすると一速のギアと CVT の切り替わるタイミングによってちょっとね、動きがギクシャクする瞬間があるなっていうのが正直なところですね。このあたりが、まあ、さらにね、こうブラッシュアップされて今後登場するモデルでは改善されるかもしれませんが、まあ、LAV4 はね、実はレクサスの UX にこの CVT が搭載されてまだ2段目ですから、ちょっとそのあたりの精度というか、もう少しここは改善してほしいなと思うポイントですね。まあ、こういう止まってる時はね、ブレーキホールド機能がついてるので、ペダルから足を離しても車は停車状態を維持してくれます。これはね、すごく便利ですし、いいですね。で、このシャシーもね、ものすごく剛性感高いんですよ。使ってるプラットフォームとしてはカムリとかレクサスの ES に採用する GAK プラットフォームというものになるんですが、これこの前サーキット走って SUV とは思えないくらいの機敏な動き、そして剛性感、ねじれ剛性高いなと思いました。一般道を走っててももちろん少しステアリングを切った時の車の挙動であったりとか、こういうところですごい剛性高いっていうのは感じるんですけど、サーキット走ってさらにそれは思いましたね。SUV って車高結構高いじゃないですか。なのでどうしてもステアリングを切ってからボディがついてきて、ルーフがちょっとこう重たさが引っかかるような印象っていうのがあるんですけど、この LAV4 に関しては屋根もついてくるんですよ。 SUV らしくない走りっていうのを表現しているのが、これね、本当に面白いなっていうところですね。で、なんでこんな剛性高いんだろうと思ってちょっと調べてみたんですよ。そしたら、まあ、フロント周りの剛性を高めている一つの要因として、このフロントのサスペンションの上の取り付け部分ですね、ここにカウルパネルっていうものを結合していて、それがタワーバーみたいな効果を発揮していると。タワーバーっていうと、要はそこの横方向に対しての剛性を上げるパーツになるんですけども、ついてるような感じのフィーリングになるということで、あ、そういうことかと納得したんですが、まあね、本当に楽しめる SUV です、これは。なので、LAV4 乗ってる方で、もちろん一般道、高速道路でお乗りになられてると思いますが、機会があれば、飛ばさなくてもいいんで、サーキットでね、ちょっと走ってほしいなと思いますね。本当にね、楽しいですよ。直進安定性に関しても、やっぱり車重がそれなりにあるので、全然ブレる感じっていうのもないですね。ビシッとした感じで走ってくれるので、あとは、LAV4 いいなと思うところは、
運転がねすごいしやすいです。草木が出てるのでちょっと狭いような道ではあるんですが、しっかり左の角とかも分かりますし、なんかこの 1855mm の車幅を感じさせないような運転視界になっていますね。左端がねすごい見やすいんですよ。これがこのラブ4の運転しやすい一つのポイントになるんじゃないかなと思いますね。で、後方視界とかも悪くないですし、どちらかというとちょっとこう横を向いた時の B ピラーの太さが気になる時はありますね。A ピラーのとこもドアミラーのね取り付け位置を調整していたり、要は三角窓みたいなのがついてるので死角はすごい少なくなってるなと思います。静粛性については少し厳しくお伝えしますが、60キロ70キロあたりからこの A ピラー周りからちょっとね風切り音っていうのは発生します。今だと50キロから60キロの間くらいなので、そんなにねここの音っていうのは気にならないんですけど、例えば風が強い日であったり高速道路を走った際なんかは、なんかこう風を巻くような音っていうか、シャーっていう音が両方の A ピラーから聞こえてきますね。で、ロードノイズに関しても基本的にはそこまでうるさくないです。ただやっぱり1年乗ってると距離も1万キロ超えてきてるっていうことで、タイヤがね多分少しずつ減ってるんですよ。それに伴ってロードノイズは少しずつ増えてきてます。で、エンジンノイズに関してはもうさっきもお伝えしましたけれども、踏み込まない限りはそこまで目立ちません。ただ踏み込んだ際は正直うるさいなと感じるポイントではありますね。まあ4気筒なのでそんなに聞いてて気持ちいいエンジン音ではないですし、抑えられるのであれば抑えてほしいなと思うポイントではありますね。で、乗り心地に関してはこの前サーキット走った時もそう感じたんですが、ストロークはするんですけどもビシッと収まる感じがあって、これがいい意味で SUV らしくないポイントでもありますね。なので、なんですかね、この懐の深さはすごいあるんですけど、だからといって車酔いしそうなこうふわふわといった乗り心地にはなってないっていうのが、このまたラブ4のいいところかなと思います。で、足回りの形式としてはフロントにマクファーソンのストラット式、そしてリアダブルウィッシュボーンとなっています。まあ強いて言えばフロントよりも若干リアのこの突っ張った感じっていうのが気になる時はあります。例えばそれが路面のつなぎ目であったり、橋のつなぎ目ですよねとか、まあうねりであったり、そういうところでは後ろの方が硬いかなっていうところではありますね。まあでも不快なレベルではないので乗ってて嫌な感じは全くしません。普通のモデルとアドベンチャーグレードではシート形状変わってくるんですが、この通常タイプのシートの印象としてはゆったりめな形状かなっていうところですね。で、細身の人であれば例えばワインディングを走っていてコーナリング中にちょっとこう体がずれる感覚とか、そういうところは持たれるかもしれませんが、ただこの車スポーツカーじゃないので、このゆったりめに作られてるシートもね快適性が高くていいなと感じるポイントですね。街乗りするのであれば、まあ、あんまりねこうタイトなシート形状っていうよりもやっぱりソファーのようにねこうゆったり座れる方が楽なのかなと思いますし、そういう意味でもねラブ4のシートはいいですよ。ただ難点を挙げるとすれば、やっぱりこう1年乗っててステアリングであったりシートは体に一番触れるポイントですから、どうしてもねこうスレがね出てくるんですよ。ステアリングもそうですし、シートのこの右側のサイドサポートですよね、ここがねちょうど乗り込む時に擦れるんですよ。足の裏とこのシートのサイドの部分が擦れて、だんだんねこう合皮素材が傷んできてるのが目に見えてわかりますね。黒なのでねそういうところがすごい目立つんですよね。あとはやっぱりこうね手汗であったりそういうのもすごいついて目立っちゃいますし、まあ、ここはねどうしようもないっちゃどうしようもないんですけど目立ちますね。あと気になるポイントとしては、イオンがねすごく増えました。イオンなんかね至るところからガタピシガタピシ音がして、まあね納車された時はそんなに気にならなかったんですけど、ちょっと1年乗って
気になるところが増えてきましたね。例えば足回りの段差を超えた時のガタピシ音が入ってきたりとか、まあ、本当に些細なことで言うと、なんか最近このロアダッシュっていうんですかね、この足元付近からビビリ音みたいなのもずっと出てますし、今サンルーフ開けてないですけど、これサンルーフ開けてシルトにした時に、なんかこのサンルーフ周りからも異音が出てたりとか、少しねこう気になるポイントがねちょこちょこ出てきたかなっていう感じですね。まあ、走行性能におそらくねこれ支障ないので、そんなにこうディーラーさんにもう何としてでも直してくれみたいなことは言ってないんですけども、このサンルーフの件に関しては実はお話ししました。そしたらまあディーラーさんの回答としては、やっぱりこうね動く部品ですから、そこに樹脂パーツなんかが使われてると温度によって若干のこの伸び縮みがあって、そこでこうね異音の発生につながっているんじゃないかっていうことをおっしゃっていました。なので特にこのサンルーフに関しては、まあ、普段からいいよおすすめだよっていうことは言ってるんですけども、やっぱりこういうね可動部品がつくことで異音が出たりとか、長年乗るんであればこういうね細かいところもやっぱり気になってきますよね。先進運転機能、先進安全機能に関しては正直ラブ4文句なしです。もうねほとんどこれついてるんじゃないかなと。まあ、強いて言うならパノラミックビューモニターがついてないとか、まあ、そのくらいになってくるのかなっていうところですね。で運転支援系でしたら渋滞追従式の ACC もついてますし、レーントレーシングアシストと呼ばれる、まあ、いわゆる車線の中央維持機能、これもついてますし、ブラインドスポットモニターで、あとは衝突被害軽減ブレーキ、珍しいものとしてはねリアクロストラフィックオートブレーキなんかもついてますが、これに関してはね少しちょっと声を大にして言いたいのが、感度が良すぎるんですよ。なのでコンビニとかで例えば前進駐車しますよね、そしてバックするときに駐車場内にもいないような車が例えば通り過ぎた際にそれに反応してブレーキがかかったりとか、ちょっとびっくりするんですけど、いらぬ心配というかそういうのが増えて、煩わしいと感じるときはあります。これが1年乗って実際にこう街中で使ってみてのリアルな感想ですね。で ACC を使ってて思うのは、まあこれね制御の仕方は基本的にはどのモデル、トヨタ車であればそこまで大差ないと思いますし、その中で気になったポイントを挙げるとすれば、再発進の遅さですね。遅い、加速が悪いとでも言うんでしょうかね。もうね、今新型フィットを購入して乗ってるんですけども、新型フィットはやっぱりこう再発進もレスポンスいいんですけど、これですよね、こんだけ車間距離が空くんですよ。ですぐに前の車が発進して今アクセルペダルでリスタートかけたんですけど、それでもねだいぶ車間距離空きましたよね。別に割り込まれることが悪いことではないですけども、そういうのが蓄積されてちょっとこうストレスになったりとか、そういうことにもつながるんじゃないかなと思うので、 ACC のこの再発進の制御に関してはもう少し正直早くしてほしいなと思うところです。まあ、それ以外はね本当にライントレス性も高いですし、しっかり前の車を見てついていくか、白線を読み取ってステアリングサポートしてくれるので優秀だなと思います。あとはやっぱり着座位置が高いので足がねスッと楽に下に下ろせますね。それがいいなと思うポイントです。座面の角度が調整できるからしっかり膝裏もサポートしてくれます。最後にはなりますけども、まあ、ラブ4の一つポイントとして 4WD のシステムですよね。3種類のドライブトレーンが用意されていて、で今私が乗っている G グレードとか、あとは X グレード、これにはダイナミックトルクコントロール 4WD と言われる、いわゆる一般的な 4WD システムが搭載されています。でハイブリッドシステムは4駆モデルだと全車 E4 ですね、電気式の 4WD システムが搭載されていて、アドベンチャーグレード、そして GZ パッケージに採用されるダイナミックトルクベクタリング AWD ですよね。まあ普段私の乗り方としては本当にオンロード 9.9 割以上なので、四駆性能がいるかと言われればまあいらないかもしれないんですけども、車を買う時の一つの基準として
新しいパワートレーン、新しいドライブトレーンが搭載されている車をこう積極的にね、実際買って乗りたいなと思ってるので、そういう点ではなんでこの G グレードにしたんだろうなっていうところはありますよね。まあもちろん買うときにしっかり考えて、まあ四駆も別にいらないし、デジタルルームミラーになったり、ハンズフリーのパワーバックドアがついたり、他にもね、こう下り坂で効果を発揮するヒルディセントアシストコントロールとか、まあそういうのが14万の差額でつくんですけど、なぜかその時はいらないと思ってしまって安い方を選んじゃったんですよね。で、別にそれは間違った買い方だったなとは思ってないです。そういう買い方もありだし、しっかりコストパフォーマンスを考えて車を買うっていうのは普通なことですから、まあいいんですけど、なんかそれを考えても私のこの乗り方として、新しいパワートレーン、ドライブトレーンが欲しいのになんでそっち手を出さなかったんだろうなっていうところは思うところですよね。ダイナミックトルクベクタリング AWD の説明を少ししておくと、いわゆる一般的な 4WD と違うのは、前後の駆動配分に加えて、あとは後輪の左右それぞれでも駆動力を配分してくれるというものになります。例えば後輪の左側は 100% の駆動力があって、右側は 0% と、まあ、その逆もしかりですし、そういうことができるのが今回の新しい世界初搭載されたダイナミックトルクベクタリング AWD ということになります。あとはまあ FF モデルみたいな感じで、もう前輪駆動だけで走るディスコネクト機能と呼ばれるものもありますし、まあこういったところが一つ目白押しというかポイントですよね。もちろんね、 G グレードも通常の四駆で全く問題ないですし、まあ後悔はないんですけど、じゃあ改めてラブ4買うってなったら何を選ぶかなっていうのは少し考えてみたんですよ。そうするとやっぱりさっきもお伝えした新しいパワートレーン、そしてドライブトレーンを味わいたいので、アドベンチャーグレードか GZ パッケージという選択になるのかなと思います。でさらに言えば、アドベンチャーグレードにはシートベンチレーションが付けれるので、この1年乗ってみてやっぱり思うのは、夏場は合皮シートベンチレーションついてないとかなり苦しいです。リモート操作でエアコンもつけれませんし、室内の温度はどんどん上がる一方なので、やっぱりそう考えてもシートベンチレーションっていうのは欲しいところですね。運転中も背中蒸れたりしますから。ということで、新型ラブ4 1年乗ってみての感想ですよね。いいところとか悪いところ、実際に気づいたところもお話ししてきました。今までにねドライブインプレッションしてなかったので、それも合わせて今回お伝えしました。で、総じて言えることとしては、ラブ4はどのグレード選んでも正直間違いないです。っていうのも、X グレードでもそれなりに装備ついてますし、例えば G グレードにあるような装備がいらないとか、まあ、質感そんなにこだわらないよっていう方にとっては、まあ、すごいお求めやすい価格からね、ラブ4は設定されているので、X グレード選んでも間違いないと思います。で、私のようにもう本当にコストパフォーマンス重視で、GZ パッケージに含まれる装備が、まあ、14万が高いと思うのであれば、G グレードということにもなりますよね。アドベンチャーの顔が好きで本格的な四駆システムが欲しいという方はアドベンチャーグレードということで、どのグレードを選んでもすごく満足感得られるかなと思います。1年乗ってみて思いましたけども、めちゃくちゃいい車なので、検討中の方はね、新型ハリアーとかラブ 4PHV も、まあ、かなりいい車だとは思いますけども、こういうコンベンショナルなガソリンモデル、ハイブリッドモデルもおすすめできるので、ぜひ購入してもらえればなと思います。というわけで、トヨタ新型ラブ4 1年レポート、そしてドライブインプレッション編はこれで以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。